どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、7月のお気に入りを紹介していきたいと思います。7月はテストがあって全然出かけなかったんだけど、まあ、お気に入りを紹介していきたいと思います。本当に入る前にさ、いつもなんか喋んなきゃいけないっていうのがだるいよね。本題だけでよくね。今日はなんとかします。解像の次みたいな。そのスタンスでいいんだけど、それじゃみんなつまんないかなって思っちゃうんだよね。はい。まあいいや。紹介していきたいと思います。私は、化粧品、コスメ系ですかね。こちらです。はい。購入品紹介でもやったんだけど、キャンメイクのリップ&チークジェルの02番です。これはね、これ買ってからオレンジメイクに目覚めて、今はちょっと、出かけた帰りだからピンク塗っちゃってるんだけど、学校とかナチュラルにしたいときは、まずオレンジを使ってます。うん。これあとね、リップに使ってる。今、このリップに使ってるんだけど、結構ね、これね、前のやつも赤の真っ赤っか買ったんだけど、意外とこれリップに使ってます。サラサラで。で、次、こちらでございます。ヒントは、キャンメイクパウダーチークスの PW25 番でございます。これも、この、購入品紹介であったんだけど、リップ&チークジェル塗ってから、こっちのパウダーチークス塗ってる感じです。でもね、こっちはね、ちょっと赤っぽいオレンジだから、これはまず少量を塗って、その後にこのオレンジを塗るって感じでやってます。そうするといい感じの色合いになりますね。で、次、フィアンセのフレグランスヘアミストのヘアシャンプーの香りでございます。これね、すごい持っててさ、電車にちょっと乗る前、お手洗いにね、お手洗いの個室でシュッシュッってやって乗るとね、やっぱ違うじゃん。あの、匂いってさ、今だけ夏じゃん。夏だからさ、匂いは大事だから、そう、匂いな、そう、そこの女子、マジ匂い大事だから、本当に。これ結構前に買ったんだけど、結構長持ちします。バッグにちょこっと入れるだけでもいいし、だから、本当に、これはガチでおすすめしたいと思ってるんです。次は、こちらでございます。名色スキンコンディション、ムスキンコンディショナーでございます。これ、あれ、このパッケージ。これはね、化粧水なんだけど、後でこれね、詳しくね、ちょっと動画を撮りたいぐらい、マジでいいやつ。一個この買う前に一個これ使って、まあ、リピ買いって感じなんだけど、これね、うちの近くに売ってなくて、ドンキで売ってるんだけど、ドンキで必ず売ってる。これね、買うまでね、一週間、二週間ぐらいね、あったんだけど、これつけないだけでね、違う化粧水つけてたんだけど、なんかね、化粧の色全然違うの分かるから多分ね、これ使ってる、あ、まあいいや、これは後での動画で作りますので、ちょっと少々お待ちください。でもこれはお気に入りです。はい、じゃあ、そういう系はもう終わりです。次、服こちら、パワーパフガールズの T シャツです。これスピンズで買いました。3000円ぐらいだったっけな。これね、ロング丈だからね、この1枚で平気。やべ、ジャージっていうのがバレた。でもね、ちょっとね、リュックとかしようとね、ここ毛玉ができるからね、そこだけがね、難点だね。まあ、リュックしょうがなきゃでいい話なんだけど。次はですね、はい、iPad です。いや、なんでだろう。よくわかんないんだけど、なんか衝動買いした。いや、結構昔から欲しかったんだけど、お金がなくて買えなくて、もう、最近カードというね、神なものをね、神なカードを持ったので、クレジットカードっていうものを持ったので、買っちゃいました。なんか衝動買いで。もう結構ね、これね、使ってる。テスト勉強の時に、これ見ながら勉強したりとか、あと、いつ？結構 iPad を使ってます。iPad mini 4かな？これ、でも、ゴールドを買いました。画面はちょっと、いいがこれ教えたらなんか里広になってました。中身も里広です。これはマジでおすすめだから、違う動画でこれ紹介するんで、よかったら、その都度と後になっちゃうんだけど、この動画見てください。こんな感じでした。8月はパリピなんでね、今ちょっとね、お友達がね、こっちの方にね、チラチラ、チラチラいるんだけど、あ、いるじゃん、じゃん。チラチラピーピーって感じでいるんだけど、そう、娘行ってきたからね、楽しかったからね。楽しかったね。これからパーリーナイトやりたいと思います。ということで、ヌタでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。みんな声だけバイバイ言ってて、せーの。バイバーイ。